五輪の大舞台で激闘を見せたペアの行く末に関する報道が話題となっている。先のパリ五輪の卓球コンボダブルスで銀メダルを手にしたり、ジョンシク、キム・ブムヨン組、北朝鮮が処罰を受ける可能性があると、米紙、ニューヨーク・ポスト、や英紙、ザ・テレグラフなど複数のメディアが一斉に報じた。 混合ダブルス1回戦で日本の張本智和と早田ひなペアを4対1で破り、番狂わせを演じたリ・ジョンシク、キム・グムヨンのペア。ペア決勝では中国のオ素ソキン、ソン・エイサ組に2対4で敗れたが、その回進撃は大会を大いに彩った。競技終了後、リ・ジョンシク、キム・グムヨンは、金メダルのオ素ソキン、ソン・エイサ、銅メダルのイム・ジョンフンとシン・ユビン組。 韓国と並び表彰台に登壇。熾烈な戦いを繰り広げたライバルたちと健闘を讃え合うとともに、笑顔で記念撮影に応じた。東アジアの参加国によるスポーツマンシップに溢れる光景は、当時も小さくない話題を集めた。しかし、そんな表彰式での振る舞いが、物議を醸している。ニューヨークポストによれば、北朝鮮ペアの2人は、 表彰台でニヤニヤと微笑みを浮かべたことで批判を受けているというのだ。A 氏、ザ・テレグラフは、北朝鮮の選手らは五輪で韓国選手をはじめ、他の外国人と接触しないよう、さもなければ処分を受けると報道。当該ペアが厳しい処分を受けるのか、軽い警告と反省命令を受けるのか、処罰内容は明らかになっていないとしつつ、 フランスから帰国して以来、彼らは同国のスポーツ省による3段階の思想的評価プロセスを受けているとみられる。このプロセスは約1ヶ月間も続くと言われている、とも伝えた。同志は表彰台での3組の振る舞いを、世界中で話題となった、間違いなく珍しい出来事。スポーツマンシップの瞬間であり、国境を越えた団結の現れである、と絶賛。その上で、 二人がどのような処分を受けるか、どうなるかは現時点で本当にわからない、と繰り返している。